最近の缶詰はこんな風にプルタブがついているので簡単に手で引っ張って開けられます。でも昔の、普通の缶詰にはこういう缶切りが必要ですね。で、これを使ってきれいに開ける方法について説明します。こちらで開ければいいのにわざわざこちらでサンプルを見せます。で、これをつけて普通に開けますね。よいしょ。さて、ここからが味噌です。このままずっと開けると、最後に缶が、蓋はねじれて開きます。でも、ここで、ここのところ、少し開けてから、ちょっと開けて、ここから、ここに残ってます。開けていきます。そうすると、最後のところで、こんな風に、平行に開けます。どうでしょう。